ですね、あの本日、打撃から倒して、そこからあのいいところ、ポジションを取るっていうところがテーマでお話ししていきたいと思います。自分は、打撃から行って、タックルで倒すっていうところが多いんですけど、タックルで綺麗にこう横四方に入れることって本当珍しくて、結構ハーフとかになることがやっぱり多いです。で、投げるときにはクローズドガードに必ずならないことを心がけてます。なので、こう言って、入ったら必ず足一本外に出す。今度中には入らないことを心がけてます。じゃあこの状態で、タックルとかで倒します。で、大体クローズドになります、残念ながら。この時にこれをいかに早く外すかっていうこと、私心がけてます。方法はいくつかあるんですけど、今日はちょっと簡単なものを紹介したいと思います。ボディロックパスっていうものになります。指と指でクラッチ組んで、ももの下に入れて、その状態で帯に耳当てて、帯にプレッシャーかけながら足はバーピーします。で、その状態で横に行くと、で、その状態で、2を見、ちょっともう一回、じゃあちょっと通していきたいと思います。締めまでいこう。はい、分かりました。おお。ここで。じゃあこれをちょっと、じゃあまず練習をしていきましょう。クラッチの握りってどういう握りです。指なんだ。指です。指じゃないとうまくももの下に入らないこともあるので、それが一番いいです。基本全体も指指指指ですね。特にうち検査もつけてるんで、これとかだとちょっとでかくなったりとかしちゃうんで、やっぱりそうなるとももの下に入りにくいかなと思います。いろいろ打撃が得意とか、組み合わせ得意とかいろいろあると思うんですけど、イオンとかね、マウントパンチ何がいいって誰でもポイント取れるんですけど、パンチはやっぱ効かさなきゃいけないし、蹴りも効かさなきゃいけないしってあるんですけど、投げ決めって決まったら確実にポイントになるんで、これは抑えた方がいいですね。効果1個取れてたら試合もね楽になるんで、ということでこれちょっとやっていきましょう。